にちは、ゆうすけと楓です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもはおもちゃとかブランド品などをやってるんですけども、今回は楽器ということで、はい、楓くんに登場していただいて、いろいろ説明していただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は楽器専門のスタッフ楓くんに協力していただいて、5万円前後でコスパ最強な中古楽器シリーズをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではやっていきたいんですけど、まずはご紹介ですね。楽器専門の、まあ、スペシャリストの楓くんということで、ちょっと簡単にご紹介よろしくお願いします。はい、はじめまして、楓と申します。5年ほどバンド活動してまして、うん、で、まあ、その辺で経験したことですとか、うん、まあ、こちらでいろんな楽器触ってきたので、うん、その辺を皆さんにお伝えできればなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに僕は楽器の知識は15年ほど前に少しかじったぐらいなので、もう本当に素人と一緒というか、ないも同然なので、楓くんにいろいろと解説していただき、素人目線でもいろいろ質問していきたいなと思います。そして今回5万円前後でコスパ最強な中古楽器シリーズの第1弾なんですけども、はい、バッカスグローバルシリーズですね。こちらを紹介していきたいと思います。ベースですね。ベースですね。はい。おー、こちらですか。こちらです。かっこいいですね、ピンク。そうですね、お目もなんかすごい綺麗ですよね。綺麗ね。価格を超えた完成度の高いグローバルシリーズ、こちらは HWL5、うん、カスタム24でございます。はいはい、かっこいいですね。かっこいいですね。池部楽器さんのスペシャルオーダーモデルですね、うんうんうん、はい。バッカスって実はシリーズも豊富なんですよ、うん、ユニバースシリーズと、うん、これグローバルシリーズと、うん、クラフトシリーズとハンドメイドシリーズがありまして、うん、本機はグローバルシリーズのベースですね、はい、国内本社工場の、ノウハウをそのままフィリピンにできた工場に持っていきまして、で現地の職人さんと技術を共有することによって、日本国内のクオリティを誇りながらもコストカットを実現したモデルでございます。そういうことですね、はい、なのでクオリティは高いんだけど、はい、5万円前後でコスパ最強と言われてるゆえんということですかね。トップはキルトメイプルラミネートですね。ほうほう、いきなり聞いたことないことで、バックがマンゴーです。マンゴー、マンゴーってあの果物の、え、あのマンゴー、はい、あの木で作ったってこと。そうです。あ、そういうことですね。フィリピンでこのマンゴーの木がたくさん余ってしまって、うん、これを楽器に活かせないかということで使ってみたところ良かったということみたいですね。あ、そうなんですね。で、さっきのキルトメイプルラミネート、はい、あれはこの表面のことですか。そうです、メイプルの、材を貼り付けた感じですね。あ、そういうことですね。はい、ほうほう。とやっぱり見た目がインパクトがあるんですけど、まあ、コストがかからないので低価格なるほど提供できるということで、お求めやすいということですね。はい、マンゴーってあまり聞かないですよね、うん、なんですけど実は楽器との相性すごくいいんですよ。コリーナですとかマホガニーに似てると言われているんですけども、うん、例えばマホガニーってすごくハイミットが出る印象なんですけども、うん、このマンゴーはマホガニーに比べて、うん、ハイミットが少し抑えられて、うん、低音域とのバランスがいいので扱いやすいという、うん、なるほど、はい。ネックはメイプルで、うんうん、指板はローズウッドです。コントロールはこちらがフロントピックアップのボリュームで、こちらがリアピックアップのボリューム、うん、でこちらがトレブル、こちらがベースノブです。本機は、アクティブ仕様でございます。あ、アクティブ仕様、はい、アクティブに弾いてもいいってことそういうことじゃなくてそうですね、ちょっと違う、ね、ちょっと違うまあ、プリアンプという、はい、ものが内蔵されてまして、うんうん、でこれ中に後方にプリアンプというものが内蔵されてまして、うんうんうん、それを使うことによってさまざまな音を作ることができる。どういうこと。ああ、なるほど。カラーはピンクです、うん、まあ、ピンクですね。すごいですね。かっこいいピンク、はい、なんか全然男性でも、うん、いけますね、はい、感じのピンクですごくかっこいいです、うん、最近5弦ベースの使用者って増えてきましたよね。なんか一昔前はもう4弦が当たり前だったベースなんですけど、そうですよね、もう今では5弦の方が多いんじゃないかなあ、そうなんですか。はい、で男性でも結構こういうピンクですとか、うんうん、結構ポップなカラーを使う人も増えてきました。ああ、なるほど。確かにかっこいいですもんね。はい、なんかおしゃれですよね。おしゃれですよね、うん、バッカスのグローバルシリーズですかね。はい、この購入を決めるポイントっていうところでちょっと話していただきたいなと思います。はい、ですね、うん、まず見た目のインパクトも
すごくありますよね、うん、で、人気のアクティブ仕様です。アクティブ仕様ね、はい。この価格にしてですね、うん、この作りの良さ、フレットもすごく綺麗についてまして、うんうん、もう全然引っかかりないです。あ、そういうことですか、はい、なるほど。なのですごくストレスレスで弾けます。で、ナットは牛骨です。これナットって実は結構大事なパーツでして、うん、ここがやっぱりプラスチックですとか、ああそういうことね、だとやっぱりチューニングが狂ったりとか、うん、ピッチが安定しなかったりするんですけども、ここはちゃんと牛骨を使ってます。で、気になるヘッド落ちなんですけど、うん、語源って結構ヘッド落ち悩む人多いんじゃないでしょうか。ヘッド落ちって何ですか。これをストラップをつけて引いた時に、あのヘッドがグーッと下に下がってしまうという現象なんですけども。あ、重いと。そうですね。あ、なんですけど、こちらすごくバランスいいんですよ。まあ、簡単に見極める方法が、うんうん、このボルトのところに手を置いてこうやって支えるんですけど、見てください、この安定感。本当だ。それでチェックができると。簡単なチェックですけど。簡単なチェックがね、はい、すごくバランスいいです。で、こちらはユーズド品になるんですけども、うん、保証書はなくて、専用のソフトケースが付属しております、うん、では今からですね、はい、このバッカスグローバルシリーズを実際に演奏を軽くしてもらって、音だとか弾きやすさだとか、はい、そういったところをちょっと見ていこうかなと思います。わかりました。はい、はい、これが今フロントピックアップの音なんですけど、なんかプレベライクなちょっと温かみのあるサウンド出ますね。今リアピックアップの音を出してみたんですけど、ジャコパスを彷彿とさせるコリッとした音が出ますね。スラップなんですけど、あのハイとローのバランスもしっかりあって、すごくあの耳障りがいいですね。ということで、いかがでしたでしょうか。もう、うん、すごいですね、この価格 で、はい、もうここまで来てしまいましたかというのが素直な感想ですね。あー、今の時代、はい、なるほど。昔だとやっぱりもう全然もっと価格がバーンと高かったよ、ね、そうな、ね、クオリティってことですよね。あまり中古も手軽に買えなかったので、うん、今こうやって手軽に中古楽器とか買えるようになって、うん、やっぱり、よりクオリティの高い楽器を使って音楽活動ができるみたいな。そうですね、そんな感じですかね。はい、こんな形で5万円前後のコスパ最強の中古楽器シリーズを、やっていきたいと思います。いつもはおもちゃだとかブランド品をやってるんですけども、実は楽器もかなり専門的にあのやらせていただいてますので、今回はバックスグローバルシリーズでしたけども、次の動画もよろしくお願いします。では